デンマーク国鉄は、デンマークの国有鉄道。国内旅客輸送の大半を担っている。北欧の鉄道事業者の中では、事業規模が最大である。優等列車、普通列車路線であるリージェノルトーク、コペンハーゲン首都圏近郊路線であるエストグなどを運行している。原則として列車には自転車用ギップを別途購入するとドア近くのスペースに自転車を持ち込める。 初期のデンマークの鉄道は私、企業によって建設された。デンマーク政府は1867年から鉄道の国有化を進め、1885年にで、ユスック・フィンズック鉄道とデスジロンズック鉄道を統合させデンマーク国鉄でデンスキー・シュタット・スペイナーが設立された。最初のリトル・ベルト橋は1935年に、 開通した1930年代には近代化と発展が図られた。ショーベルト橋をはじめとする鉄道橋が建設された。コッペンハーゲン周辺の路線は直流線5 0 0ボルトで電化され、エストグが運行されるようになった。リュントウとして知られる特急列車が導入され、時速1 2 0トルの速度と快適さを備えたディーゼルカーが使用された。 1972年に赤と黒で構成される客車が導入された戦後、1960年代には他の欧州諸国同様、DSB の業績は悪化し、人員削減と電子機器の導入による業務改善が進められた。1972年には125周年を迎え、これまでのマルーンと黄色の車輪の紋章をやめて赤を基調とする新しいデザインを取り入れた。 1974年には、オランダ鉄道や英国鉄道に続いて、長距離のインターシティ列車やコペンハーゲン発着の通勤電車に等間隔で列車を運行する新しい時刻表を導入した。IC3 は1990年に導入された1990年、数年の知恵を経て IC3 機動車の運行が開始され、1991年には、 インターシティとして運行された。IC3 ワーブスカンディアによって開発された。編成は3両で構成されており、他の編成と連結した際には、特徴的なゴム製の貫通フォローによって内部を行き来することができる。1997年にグレートベルトリンクの鉄道部分が開通し、DSB が運行してきたフェリーを置き換えた。同年、 DSB の設備メンテナンス業務がバナスタイレルソンとして分離され、1998年に DSB は独立した企業となった。2001年には貨物部門がレイディオン・レイディアンと合併し、DSB は旅客輸送のみを行うようになった。DSB の本社はコッペンハーゲンにある DSBMR 型の機動車であるフレデリック・シャーブン。 オーガスト2007アルボーグ駅 DSB は1999年より独立採算で運営されている国営の企業である2005年の時点で9000人を雇用している DSB はいくつかの部門を有している DSB は複数の旅客輸送車両を運行している AABDSB DSB DS アニュアルレポート2015テンプレートサイトウェブの呼び出しエラー 引数アクセスデートは必須です。ABDSB DSB DS アニュアルレポート2005 DSB DK テンプレートサイトウェブの呼び出しエラー引数アクセスデートは必須です。デイリアンリクルーツアナザーメンバーレールウェイが Z インターナショナル2012年度9月10日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年9月29日閲覧 2000年にエーレスンドリンクが開業し、海峡、国境を渡るエーレスンド線の運行が始まった。ありがとうございます。